リュドビク・ジュリは、フランスローヌ県リヨン出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは MF、FW。1990年に地元オリンピックリヨンの育成機関に入団。1994年にはトップチームへ昇格を果たし、当時のジャンティガナ監督から絶大な信頼を得るが、監督の退任や自らの怪我もあり、出場機会を減らす。 1998年にティガナがエースモナコの監督に就任したのを機に同チームへ移籍しダビド・トレズゲやティエリ・アンリラをサポートする右サイドハーフとして活躍したその後クラブでキャプテンを務めるようになり2003から04シーズンのチャンピオンズリーグ準優勝などチームの得点源かつ精神的支柱として活躍しバロンドールにもノミネートされた2004年に FC バルセロナ移籍。その後は2005年のリーガー制覇に主力として貢献した。2006年のチャンピオンズリーグでは準決勝の AC ミラン戦では決勝ゴールを決めチームを決勝に導いた。決勝のアーセナル FC 戦では先発フル出場しバルセロナの14年ぶり2度目のビッグイヤー獲得に貢献した。2007年7月17日に a s ローマ移籍。 主力として活躍したが、わずか1年で退団。2008年7月18日にパリ・サンジェルマン、FC への移籍が決定。4年ぶりに母国へ戻った。2011年6月30日、契約満了となり退団。8月9日、リーグでに降格した古巣、モナコへ7年ぶりに復帰。同時に、キャプテンにも就任した。しかし、序盤は、 フランス全国選手権広角もちらつくほどの不振に、落ち入り自身も出番には恵まれなかった。しかし、年末に、ロシアの実業家、ドミトリー・リボロフレフに買収されると息を吹き返すと、共に出場機会も増え、最終的には8位で終えた。しかし、2012年5月30日に就任した、クラウディオ・ラニエリ監督によって構想外となり、キャプテンも剥奪された。 7月31日に FC ロリアンへ移籍。ロリアンとの契約終了後は、生まれ故郷のクラブチームであり、自ら名誉会長を務めるモンドールアゼルグフットでプレーすることを明言している。なお、同チームでは、ジュリのこれまでの経済援助へ敬意を表して、2006年より本拠地のスタジアムの名称に彼の名を冠した、ルドビク・ジュリ・スタジアムを使用している。 2013年5月11日のレキップ市で5月26日をもってサッカーキャリアに終止符を打つことを発表。今後は生まれ故郷のリヨンに戻り約束通りモンドール・アゼルグフットでプレーをしながら監督免状の取得に励むという代表チームでの初出場は2000年のスコットランド戦。フランス代表の攻撃的 MF はジダン・ピレス。 ビルトールと層が、熱くなかなか出場機会を得られないでいたが、FIFA コンフェデレーションズカップ2003では欠場した、次男に代わって10番を背負い、中心選手として活躍した。しかしその後は、メンバー入り確実と見られた、ユーロ2004では、直前に負傷、ドイツ W 杯では、レーモンドメネク監督の構想外となり落選するなど、代表でのビッグトーナメントには、縁がなかった。 ありがとうございます。